モチベーションとコミュニケーションの桐生です。本日もよろしくお願いします。今日はモチベーションとコミュニケーションスクール北九州会場爆笑王こと山本講師にお越しいただきました。ありがとうございます。爆笑、もういつも笑顔で元気で爆発的なエネルギーを持っている山本講師に今日はお答えいただきたいと思います。で、山本講師はたくさんね、今セミナーやっていただいてますけども、あがり症の改善とよくセミナーで実証していただいているので、これについてヒアリング行ってみたいと思います。で、今日のテーマなんですけども、あがり症の方、これやっぱり初動が大事というテーマでいきたいんです。なぜかというと、やっぱり話し出し一番最初って失敗すると、もうなんかそのままグダグダでこう行っちゃいません？そうですね。ね、スタートダッシュって大事ですよね、はい、最初こけるとそのまま、ね、言いたいことが終わらずとか、あ、こけてしまって、あ、あんなこと言わなきゃよかったとか、もっと言いたいことがあったのにってなりそうなので、今日は話す最初、このフレーズに特化して3つ質問をしたいと思います。じゃあ爆笑山本講師、よろしいですか？いきますよ。第1問、人前で緊張しないために、人前に立った瞬間、第一声は何を心がけるべきか、どうでしょうか？はい、こちらはですね、答え3つあります、うん、まず1つ目です。1つ目は第一声の言葉を決めておくということです、うん、言葉、はい、ありがとうございます。2つ目は声のトーンを決めておくということです。はい、ありがとうございます。3つ目は口角を上げるということです。なるほど、まず第一声は絶対決めといた方がいいということですね。そうですね、あと1分が本番っていう時って一番緊張すると思うんですね、うん、その時に上がってしまって第一声を忘れたということがないように、うん、第一声の言葉だけは必ず覚えておくということですね。なるほど、分かる。これは最初挨拶かもしれないし、はい、今日お伝えしたいことはこれですかもしれないし、はい、皆さんへの感謝かもしれないですよね。今日はこういう機会をいただいてありがとうございますかもしれないが、ケースに合わせて必ず最初の1行を打ってそれを決めておくと。そうです。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目、これトーン、これはどんなトーンでいくと緊張しないんでしょうか？はい、そのトーンはですね、ズバリミドルボイスというものです。なるほど、はい、ミドルボイス、これはど、はい、具体的にはどんなレイヤーになりますでしょうか？って言った時に鼻がムズムズってするぐらいのトーンなんですね。でもこれじゃちょっと分かりにくいですよね。で、例えばですね、桐生代表がお蕎麦屋さんに行きましたの時にお箸がないということに気づいた、その時はお店の人を呼びますよね、うん、そうですね。どんな感じで呼びますか？すいません。あ、そうです、その声がミドルボイスです。なるほど、このハミングで抜けるような声ですね。そうです、そうです。人はどうしても緊張したり自信がないときは声が小さくなります、うん、自信がないよを解決するっていうのはなかなか難しいんですけれども、心と顔とそれから声っていうのは連動しているような気がしませんか？顔や声で気持ちをチェンジするということで、まずは声第一声はミドルボイス、聞こえるようなすいません、このぐらいの声のトーンでお待たせしましたというような声になります。ちょうどあれですね、真ん中、鼻からこう飛んでいくような、抜けるような、はい、ちょっとふーんっていうこのハミングみたいな鳴ってるような声でお話しすると緊張がちょっと取れるんじゃないかってことですよね、はいはい、そうですね。確かにね、これいきなり緊張してすいませんってなると余計緊張しそうだし、はい、立った瞬間にすいませんってこうちょっと低すぎるとなんかエンジンかからなそうです。やっぱりね、このハミングのあたり、こう空洞が抜けるような広がりな声を出すとスーッと通りそうな気しますもんね。じゃあ3つ目いきましょう。3つ目は口角を上げるということですね、お待たせしましたという第一声だったとしたときに口角を下げてしまってお待たせしましたになるとどうしても暗くなりますし、ちょっと第一印象あんまりよろしくないかなと思うんですが、口角を上げる、はい、上げておく、これね、あの、そうなんですよ、これ上げるんですけれど、こう上げることによってこう緊張して引きつっちゃうなんていう方もいらっしゃいますよね。しちゃいます、はい、で、あらかじめここの筋肉はほぐしておいた方がいいです。なるほど、はい、よくやっているのは思いっきりイーってやって思いっきりう、これをだんだん早く、うん、イーウ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 、これですね、あいうえおの中で一番広がるのと一番
すぼめるものと、これを両極端を何回もやっておくと、あら不思議、このあたりがじんわりとですねほぐれてまいりますので。そうですね、はい、確かにずっと緊張状態でガーって力入れてると、だんだんと重たいもん持ってたって手が震えてきますもんね、ブル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 ね。そうなんです。だから震えないためには事前に動かしておくと、そうすると固まって緊張することがないので、はい、腕を動かしていいの状態でドンと話してみようってことですね。そうです。じゃあ2つ目いきます。2問目、初対面の会話で緊張しないために最初に何をお話しすべきか、これも初動ですね。初対面の会話、これね、初対面ってお取引先と通常の友達ってあると思うんですけど、まずお取引先から言ってみましょう。初対面で会うと緊張しないための第一声、これはどうでしょう。これはですね、ズバリ相手のお話に焦点を当てるということです。例えばよくあるお天気のお話、あ、昨日台風で大丈夫でしたか、はい大丈夫でした、てんてんてんとかですね、その後が続かないということが多いですし、うん、それから相手も自分に興味を持ってくれているのかなと思うと嬉しいですよね、うん、この2つの理由からです。そうすると緊張するときって自分に矢印が向いてるから、どう見られるかなとか、こんなこと言っていいのかなって緊張するってことですよね。それを、そうなんです。相手に矢印を向けると自分に矢印が向かなくなるので緊張しなくなると。まさにその通りでございます。いや、その通りだと思います。だから台風大丈夫でしたって相手に矢印を向けた瞬間、自分には向かなくなるので緊張すら気づかないかもしれないですね。その相手に矢印を向けた質問をしていくっていうことですかね。はい、そうです、はい、ありがとうございます。プライベートはどうでしょう、初対面、設定が誰々さんからこう紹介されたお友達とか、そんな感じかなと思うんです、はい、うん、そうするとこれもまた、自分のことをなんか言う、喋りしすぎたらいけないかなとか思いますよね。矢印向きますね、自分にね。そうなんですね。なのでその共通のお友達とはどこで知り合ったんですかとか、ここまでどうやって来られたんですかとか、うん、相手に向けた質問、こちらも同じですね。これはだから取引先お友達も変わらないですよね。やっぱり自分はどんな質問したらいいかとか、ね、よく見られなきゃいけないと思ってるとやっぱり余計緊張してきますけれども、相手の関係性を聞いたりとか、全部相手ですもんね、矢印がね。そうです、その通りです。自分のことを気にしてる暇すらなくなってくるかもしれないですね。はい、はい、初対面は相手に向けた質問、いい回答いただきました、ありがとうございます。じゃあ最後3問目いきます。会議で突っ込まれた、その時の第一声、どんな第一声をすると緊張しないか、いかがでしょうか。こちらはですね、3つ大体ちょっとケースで分かれるかなと思います。まず1つ目、これ違うんじゃないの、うん、みたいなことを言われる、ね、怖いですね、それ。違うんじゃないって言われた時の一言、違うんじゃないって言われた時の一言は理由です。あ、なぜならばっていう一言目だよね。そうです。2つ目、本当にそうなのというふうに言われた場合、これも怖いですね。え、本当にそうみたいな提案したら、これも突っ込まれですよね、ドキッとしますよね。はい、そう言われたらデータによるとということで、ご自身の持っているデータをお伝えするということです。なるほど、はい、しっかりしたデータね、これはデータが揺るがしようないですもんね、データはね。そうなんです、緊張せずに伝えられるっていうことですね。はい、3つ目ですね、他にはないの。あ、なるほど、というふうに言われるとき、僕これいいと思うんですって言ったときに、いやこっちの方が良くないとか、他にもあるんじゃないって突っ込まれたときですね。ドバケーっとしますよね、これね。この場合はどうでしょう。この場合はきちんと比較をしておいた結果をお伝えするということです。なるほど、そういうふうに準備ができてれば、こっちの方が良くないって言われても、いやこれも検討材料にはあったんですけれども、比較検討するとこっちの方が優位なので今回これをご紹介しましたって言えるじゃないってことですね。そうです、おっしゃる通りですね。なるほど、これ緊張しないのは会議のツッコミは準備ですね。はい、全てやっぱり準備かなとは思います、うん、なるほど、はい、ある程度やっぱり想定しておく必要がありますよね。はい、想定問答を自分で、うん、10個ぐらい作っておくとか。なるほど、これ一人で問答してても思いつかなかったりするので、誰かに聞いてみるっていいですよね。こんなツッコミ受けるかなとか、どんな質問ないみたいなことで聞いておけば、あらかじめ対策が打てそうですよね。そうですね、自分一人だったらどうしても考えがそこまでになってしまいますけれども、うん、部下の方とか、あるいは同僚の方とかに
他にはどんな質問が来ると思うのようなですね、うん、質問をいくつか考えておかれるという準備が必要になると思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。今日は3つご紹介をいただきました。上がらないための初動が大事っていうテーマで、一つは人前でね緊張しないために第一声何を心がけるかっていうことですね。2つ目、初対面の会話、これも最初緊張するからこういう会話で意識していきましょう。最後3つ目、会議で突っ込まれたらドバキッとするよねと、その時もこのメソッドを使っていきましょうというご紹介いただきました。今後の皆さんのね話す時の緊張せずに話したり上がり症改善に向けて一つでも何かピックアップしていただけたら嬉しいです。こちらのチャンネルは話し方に特化してメソッドをお届けしております。ぜひチャンネル登録していただいて皆さんと一緒にトレーニングしていきたいと思います。山本講師も含めて月150本セミナー開催してますので、ぜひ概要欄チェックください。それではまたお会いしましょう。